さん工房へようこそ。今日はですね、こちら100均で買ってきた材料を使いまして、簡易的なね、食器棚を作りたいと思います。また女性でも簡単にできるということをテーマとしまして、奥様にもね、ちょっと手伝ってもらいたいと思います。それでは早速行ってみましょう。今回ね、買ってきた材料なんですけれども、こちら、すのこですね。すのこが2枚、すのことね、同じ高さのこの薄い合板ですね。で、この角材がね、2本入りの角材、これが、まあ、セット。それと、この小さいね、角材、3本入りの小さい角材、これが、なんぼや、また書いておきますわ。この3本入ってるですね、これが、まあ、セットです。最後にですね、こちら、トレイですね。食器置くスペースのトレイです。これをね、3枚買ってきました。色を塗っていこうと思います。これが、何やろ、アースホワイト、ミルクペイントですね。こちら。道具も、使う道具も難しい道具とか使わずに、100均で買えるものばっかりね、揃えてみました。安いとかもね、売ってますんで、100均で売ってるね、道具を使って作っていきたいと思います。はい、それではね、まずね、このペリペリ全部剥がしていきたいと思います。本来であればね、この状態で軽くヤスリをかけてね、色を塗っておくのが綺麗に仕上がるポイントなんですが、今回はね、一旦組み上げてから色塗っていこうと思いますんで、これで組んでいきます。まずですね、このベースになる合板ですね、この合板があるんですけども、これにこっちとね、よいしょ、こっちでね、こういう感じでくっつけていきます。ここね、ドリルとか使わずにでもね、こういう切りが売ってますんで、100均でこれをこれで穴開けます。一度ね、穴を開けてあるんで、簡単に仮止めで、板をここに止めて2枚ほど入れます。すのこの内側、ここと、ここ、この内側の寸法を測ります。 28.8。 ここの支え作ろうか。同じ長さ。そうそう、同じ長さ。はい、それとひっくり返したら、こっち取るのかな、足りるかな。一本でね、二つできるんで。短いの6本作って、ここのね、棚受けを拡張させます。セリアで売ってるこの釘を打ち込んでいきます。ちゃんとポイントを落としときます。ブスッと刺して、あとは2箇所ぐらい止めとったらいいんちゃうかな。ここにまず打ちたいところに軽くできる。で、一番小さい、一番小さい、届くの？届くの？いけてるか？審議の結果、一個外して、ここのトレイの横帳が滑るようにしました。まあ、それはね、買ってきたトレイの大きさによってね、変えてもらえれば全然いいと思います。それじゃね、これを固定していきます。次は
真上と一番上と一番下に補強を入れていきます。ただこれはネジ打ち込みにくいから残ってるところも打っていきます。はい、はい、はい、こんな感じです。まあまあまああれやったらね、この余ったやつを上につけたらひっくり返り防止とかにもなるんやけどね。そうする？なるほどね。これをこう入れるじゃないですか。重たくなったりした時に前にね、重心がもしかかった時に倒れるのを防止してくれるためにつけました。それではね、これを色塗っていきます。下がね、汚れないように一応ここにゴミ袋を引いときました。そして今回使うのはダイソーで買ったミルクペイントのアースホワイトを使います。こいつね、これでん塗りたい。はい、一番塗るダブルバケ、塗るのね、もうちょっとかかると思うんですけど、塗り終わったらね、一旦これでね乾かしていきますね。はい、いかがでしょうか。結構ね、ええ感じにできてると思うんですけどもね、うん、どうですかね。こっちからね映ってると思うんですけど、こんな感じです。はい、ここに並んでるのがね、大体いつも食べる朝ごはんのシリアルとかね置いてあるんですけれども、ここはねこんな感じで引き出せるようになってます。そんなにねめちゃくちゃ重たいものは置くことはねないと思いますんで、上もねもちろん動くんですけども、上はね動かさなくても取れるんでね、フリーにしといたいと思います。これはね高三高五の五でございます。はい。わーお。はい、というわけで今回はですね、100均の、材料と道具を使って簡単なね食器棚作ってみたという動画でした。女の人でもね簡単にできるということをコンセプトに作ってみたんですけれども、やっぱりねちょっと難しいところもあると思いますので、できればね2人ぐらいで作った方が簡単にできると思います。またねこのようなね、ものづくりの動画も作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで本日の動画は以上となります。この動画面白かったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もねよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴーグビーゴーでした。